始めた。はい忘れたって言うの。こんばんは。こんばんは。今日は名古屋ツアー1日目ありがとうございました。イエイ。こんばんは。名古屋お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様です。楽しかった名古屋。髪型はハーフアップです。いつぶりじゃろ名古屋来たの。ライブで始まる前のあの情報はさすがでした。そう、私本当に超初期からずっと下手の女なんですよね。もう下手にばっかりいるの。じゃけんスタンディングなら皆さん帰れるじゃんと思って。ちょうちゃん桃鉄じゃない？そうね、桃鉄ぶりかも。そうだそうだ、嬉しい、久々に来れて。明日も行きます。ありがとう。今日いい場所すぎて明日行くか迷う。迷うな。来い。そう、いろんなね場所から見える景色が変わりますから。ライブ楽しかった。長屋飯食べれた。食べれました。うん、釣り犬さんめっちゃ可愛いタワー、ありがとう。可愛い、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。あのね、何回ね、天むすと何回ね、手羽先を食べました。手羽先はね、配信始める1分前まで食べてた。信じられないくらい可愛かったです。嬉しい。ありがとう。釣り犬さんめっちゃ可愛いだ。可愛いだ。ありがとうございます。手羽先は辛い？いや、辛くない。なんか、あ、でも胡椒、胡椒味の強いのも見て美味しかった。あ、そう、風来坊って読むよね、多分。有名？美味しかった。明日も楽しみ。私本当に手羽先を食べに来たと言っても過言じゃないぐらい手羽先を楽しみにしていたので、めっちゃ嬉しかったです。手羽先好きよ。でも手羽先さ、なんか食べるの緊張しますよね。緊張するというか、なんかもう気を許した人とならバクバク食べれるけど、すごい初対面の人とかさ、なんかなんだかなって感じになりますよね。難しいですよね、食べるの。でも私は比較的下手ではないと思います、食べるの。手羽先餃子がめっちゃ美味しいから食べてほしい。何それ、初めて聞いた。でも美味しいものと美味しいものだから、それ美味しいわ。
この口したら手羽先の匂いがするちょっとだけ。ね、ほんまに名古屋ってめっちゃ美味しいご飯多いね。だって忘れとった、あのさ、天むすが名古屋なこと。てかさ、耳がさちょっとこうなるだけでさめっちゃ可愛くないですか。猿耳めっちゃ可愛い、なりたい、なれるもんならば。昔総選挙のコンサートを見に行っとって、あの STU 入ってからで、あの今は卒業しちゃったけどさ、 NGT さんにめっちゃ猿耳、猿耳っていう言い方であってるよね、猿耳なメンバーさんがおって、で私2階席の前の方の列で見てたんですよ。でも2階席じゃけんさ結構遠いじゃん距離的には。でももう猿耳がすっごい目立って、もうその子ばっかり見てました。そう、猿耳って本当に可愛いし、遠くでもめっちゃ見えるなと思いました。そう、え、知り合いが明日当日券で瀬戸内始めるらしい。え、石田千穂が始まっちゃうじゃんいいね、みんな当日券あるけん来てね。そう、ななみさん、そう、石田町が始まるとは言ってないのではいや、始まりますよ、始めさせよう明日は朝は名古屋のモーニング食べるから今から楽しみ。確かに名古屋はモーニングも有名ですよね。やば、めっちゃ強いやん名古屋のグルメ。髪型どうしよう明日。今日はねハーフアップしました、高めの。ちょっと久々にしたけど、多分そんなこともないか。でも高めのハーフツインじゃない、ハーフアップめっちゃテンション上がるけん好き。何にしようか、髪型明日。悩ましい。でも今日みちゅがここ中間らへんのお団子2個してて、あのさ、ヒロアカに出てくるキャラクターめっちゃ似てましたよね。私そのアニメ 見てないんですけどでもなんか人気なキャラクターいますよね、女の子の可愛いさ。あの髪型見て、あの髪型めっちゃ可愛いと思いました。今日の同室はまいちゃんだよ。にゃーん、すごい、すいません、家だ家を見てるまいちゃんの実質まいが洗濯するって偉い、まい洗濯。誰と同室が多い、圧倒的まいちゃん、まいちゃんか一人かどっちかしかないそれね、どうしよう、今履いてるものも洗濯したいけどそしたら服なくなっちゃう。あの、これ着ていけば、うん、嬉しい、今
今日のまえちゃんはへそ出しなんですけど、もっとへそを見れた今。へそあるんかってきてる。へそありました。ない。ない。ないっていうことにしてる。あ、そうなの？え、ごめん。バラしちゃった。ごめんなさい。ないです。なかった。落書きで書いてた。深い海の底に珍しい。ちおちゃんはへそ出しの私服持ってる？え、なんかへそは出ないけど横っ腹が出るワンピース、めっちゃ可愛いワンピースをプレゼントでいただいて、それをいつ着よういつ着ようって思ってるんですよ。そう、でもなかなか着る機会がなくって、でも絶対行きます。そのワンピースめっちゃ可愛くてね、可愛いってなったの。だからお話し会で着ようと思ってたんだけど、夏に思ってた以上にお話し会がなくって、気がついたら終わっちゃったから。なんかさ、別に遊びに行ったりとかもしないから、そんなシャレ込んで行く場所がないんですよね。だからいつか仕事の時に着て行って写真撮ろうかなって思ってます。そう、ファンの方からいただいた、ありがたい。ダンブラッカー、かわいい、洗濯に行ってきます。おばあちゃんはかわいい洗濯に。消えてないよ。おじいちゃんは芝刈りに。私は長期間の遠征でも洗濯しない人です。なんか苦手というか、何なんだろう、めんどくさくって全部持っていきます。今回私は確か9泊なんですけど、9泊分持ってきました。夏服やけんね、全然入ります。あ、舞台の時はさすがに洗濯しました。さすがにね。懐かしい。そうだね、50連泊してたね。え、50連泊ってやばいですよね、今考えたら。マジで嘘みたいですよね。てか嘘みたいだよね。嘘みたい。本当のようで嘘みたいな話です。なんかあの時はマジで、あの舞台とあと他にもいろいろ重なって50連泊してたんですけど、マジで今回アイドルズがもううっ
こっちこそこっちこそ嘘でしょってぐらいなかなかみんなで集まれる機会がなくって、でもう私たちは明日はもう名古屋なので、明後日から本番だから、もう次会うのは本番なんですよ。でもあの出演メンバー1公演に5人出るんですけど、5人で全員揃って稽古できたことが3回しかなくって、しかも本番前の最後の通し、衣装つけて通し頑張るぞっていうので初めて4人揃ったんですよ。4人5人。そう、その前に初日めっちゃ最初の方の稽古で揃ってたんですけど、もうガチでドッタンバッタンだけど、そうでもいい感じでもめっちゃいい感じ。そう、配信もね決まった、びっくりした、配信あるんやと思って楽しみ。そう、ライブパートもそんな感じでなかなか合わせれてないからドキドキな部分はめっちゃあるんですけど、でもそう超楽しみ。みんな来て見て今日もライブ終わりにまいちゃんと2人でアイドルズの、あのライブの練習してました。ステージ借りて。亀戸席追加しました、ありがとう。そう、あのライブパートは普通にペンライトとかうちわとかコールとかもうガンガンしてほしいので、アイドルズ来てくれるみんなはうちわ、ペンライト、コール、80年代の曲とかだからコールってどうやるんだって感じだと思うんですけど、でもあのコールしてください。ちーほちゃんみたいな。そう、ペンライトとうちはいいの。確かに舞台だから悩むよね、ツイートしよう、いいよって。よろしくお願いします。コールは見そらせない。コール、うん、ちほちゃんあ、誰か来た。そう、白水色。もうさ、携帯アップデートしようしようと思ったんやけどさ、マジで忘れる。アップデートしたらあの白水色でやるわ。不服な顔なんだけど、なんで会えてなかったので、うん、なんか、うん、戦争、戦争、洗濯機の奪い合い、うん、え、誰と？お客さんたち、ホテルのお客さん負けてきたの？なんか、うん、早い者勝ちって書いてあった。あ、そうだ開いてなかった、悔しいな、楽しみ合える、うん、悲しみだどうだろう。え、まいちゃん、多分さ、みんなが想像してるさ何倍もさ本格的なライブだよね、アイドルズ、うん、確かに。しかも想像してる何倍もさ結構踊るよね、なんかね、この曲でもこんな結構踊るんやって感じじゃない、うん、そうそうだよ、震える、震えるね震えてる、まいちゃんが震えるぐらいです。だから来て
てね、明日も来てね、明日明後日し明後日やば。しかも私解禁されとったね、のど自慢も行くんですよ。やばい、なんてこった。私は今日明日名古屋で、明日明後日東京でアイドルズで、し明後日んなんだいつだいつか忘れたけど、舞台終わったら岡山に行って、その後トンボ帰りで横浜でアットジャムです。嘘だろ、生きて帰ってきてください。生きて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 いたんだよな。ね、自家用ジェットで移動せんといけん。体調気をつけて。ありがとう。私と同じスケジュールで来てくれる人いるかな。アイドルズ来てくれて、次の日一緒に岡山津山でのど自慢見てからのアットジャム来てくれる強者いますか。ジホヌは仕事詰め込まれすぎるくらいがいいんだっけ。いや適度な休みが欲しいタイプですよ。そう、でもね、ありがたいですね。感謝して。週何ぐらい休み欲しい。え、私はもう学生の頃の気持ちがというか感覚がまだ残ってるので、週2 週2土日休みがいいです。そう、なんか未だに土日が休みっていう感覚がすごいあるから、でも今は土日仕事になったけど、土日仕事でも楽しい仕事なので全然全く苦はないんですけど、そう、でももし私がこのスケジュールでアイドル以外の仕事だったら絶対1年も続いてないと思う。すぐ辞めてたと思います。これがこのスケジュール同じ拘束時間ぐらいで違うパソコン打つ系とかの仕事とかだったら、そう、好きだから続けられる。よかったー、大天才でした、嬉しい。アイドル以外の将来の夢あった。物心つく前は一通りケーキ屋さん、お花屋さんは通りましたね。みんなが通ってきた道。でも割と小2とかからもうアイドルになりたかったかも。一回スーパーのレジの人を挟んだけど1年。
なんでなんだろうね、お花屋さんとケーキ屋さんはなんか王道だよね。でも割と中学生ぐらいになってからはアイドルになりたいっていう気持ちもありつつ、ビルの受付の人受付嬢になりたい気持ちも結構大きかった。多分現実を見始めたんでしょうね。そう、受付とかどの辺が魅力なの？定時で終わるっていうのと、あとは椅子に座ってられるっていうのと、あと受付のお姉さんは綺麗なイメージがあったから、綺麗で美しいお姉さんってイメージがあったからなんか憧れてましたね。マックにいたら毎日行ってスマイルもらう。私ひねくれ者だから、スマイルくださいって言っても言われても絶対スマイルあげないと思う。そう。スマイルあげない。もらえるまで頑張っていっちゃう。おもろい。そうだよね、もしアイドルやってなかったら普通に働いてる年齢だよね。てか今も働いてるんですけど。でも高校生になるタイミングからさ社会に出てたわけじゃないですか。だからなんか多分しっかり者になったと思う。でももし高校生だったらバイトしてたでしょうね。何のバイトしてたかな。友達が回転寿司のバイトやってたんですよ。だから多分一緒に回転寿司のバイトやってた気がする。そうね、働く石田地方でスシローを行かせていただきましたね。ふーちゃんと懐かしい。ふーちゃん会いたい。ふーちゃんにね、ここ最近約束2回約束してたんですよ。でも2回ともどっちかが無理になっちゃって結局会えなくって不足してる。やぶした風が。なんかさ、アイドルズの曲さ、もう公表されてるけんさ、ネタバレとかを気にせず歌えて嬉しい。
今日はどうなったの。そう、皆さんから募集してた小泉今日子さんの歌決まりましたよ。それは多分お楽しみよね。ね、あの曲高いけんさ緊張する。あの「マイ・レボリューション」のやつ、みんなの多分全部見ました。小泉今日子さんの歌の曲がいいみたいな。なんかさ結構重なっ同じ曲の人も結構いたけど、結構ばらけてる、思ってたよりばらけててすごいと思いました。こんなに名曲がいっぱいあるなんて、うん、え、うわ悲しい。充電器さしたとないさ、根っこの部分がさ充電器になってなくてさ、うー悲しい。じゃあ充電できてなかったところでそろそろお礼します。20位演歌家さん、19位タンクさん、18位ちほんぬまるさん、17位ゴンちゃんさん、16位バンブーホースさん、15位さとけんさん、14位ミックさん、13位キューちゃんさん、12位あつよしさん、11位アッキーサラ大好きマンさん、10位ゆりやピースさん、9位もや太郎さん、8位20世紀ともちゃんさん、7位しろけんさん、ラッキーセブン、うん、6位ふうくろさん、5位きょんしーさん、4位たかぼんさん、3位おいでます元気さん、しーしー、2位よういちさん、つーつー、そして第1位はぴらひゅん、つりけんさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。いありがとう。かわいいタワーもありがとうございました。今日はありがとう、マジでちょうちゃんが一番かわいかった。明日もファイト、嬉しい嬉しい、ありがとうありがとうございます。じゃあスクショタイムしよう。このライト合わない方がいいね。手羽先、あ、これピオリンや、ピオリン、じゃあまた明日は当日券もあるので名古屋で待ってます。バイバイ、ありがとうございました。